あー、ありそう。今日しかもありそうっすね。ちょっと今日ローライトっすもんね。普通にただ巻きだったら、あー、くるくる回りますけど今、あれ、普通にただ巻きだったらクローラーっすね。あのでこれなんか羽取れるんですよ。取ったら野良ネズミでしたっけ。取った方がいいですね。あ、取った方がいいの。取ったのがめっちゃいいです。お、ファルスコットが一番いいです。これがマジで釣れるっす。これ普通にあの野良ネズミというかもうドッグウォーク系みたいな。あ、野良ネズミよりキレいいな。そうなんですよ。しかもちょっと潜るんで。それいいな。そうなんですよ。これがいいです。そうなんですよ。そうなんですよ。まあほぼね、それの用途がやっぱでかいですね。1000円ぐらいですかね。3個しか入ってないですけど。まあエラストなんでね。いや、これ同じパターンなら、リトルスイーパーのダウンショットでその辺ちょこちょこしようたら。あ、ダウンショットスイミングス。いや、岸に向いてて、1匹。おるわと思って、絶対釣れんじゃないですか、な。なんか、スイミングしたらもうめっちゃスイッチ入って。ブーンってきて、うん、マジかと思って、でもう一回入れたら思いっきり食いました。あ、いやいや、その同じやつが 2回食ったっす。そうそう、一回あのミスバイトして。ほんまじゃ、めっちゃ増水してますね。増水してますね。増水。すげえ。ああ、なるほど。ええよっしゃ、食った。マイクロタッチ。よっしゃ。おー、しかもいいサイズ。オッケー。でっけ。オッケー。やった、やっぱり読み通り。うぃー。今めっちゃ気持ちいいバイトやったっすよ、今。降りましたわ。めっちゃスコーンって入った。やった。じゃあマイクロダッチ、今そこのフィードの下っすね。スコーンと出ましたわ。あー、気持ちいい、これ最高。いわー、さすが。いやー、42、3ぐらいですかね。42、3はありそうですね。ねえ、今ミドルワーはマイクロダッチ、羽なし。うわ、しゃー、OK。 はい、ありがとうございます。うっす、あそこのもう岸乗せてピピピピってやってたら気持ちいい。やっぱトップ、やっぱトップじゃな。トップ楽しいな。やっぱトップじゃな。これでも回復っすかね。回復っぽいですね。回復気味いうか、アフター回復気味。なんかすげえでも元気っすよ。あ、でもちょっとガリッとですね。はい。めっ
あ、そうなんですか。ここから返せるか。なるほど、ありがとう。大丈夫。わあ。よっしゃ。はい、対岸やってきました。また。さっきのね、これ、マイクロダッチ一本出たところ、まあ複数回やったんですけど、まあ一本だけだったかなと思います。まあローライトで、かつアフターっぽいっていうのが分かってたんで。まあ、水面系正解だったなと思います。引き続きもうちょっと時間あるんでちょっとやっていこうと思います。まあ、マイクロスイーパー、間違えた、リトルスイーパーか。で、本当は線香もないんで、線香が良かったけど、ちょっとマイクロスイーパーでやっていこうと思います。ジグヘッダウンショットですね。スイミングで足場がいいところはマイクロダッチ表を投げてもいいかなと思うんで、そういうプランでやっていこうと思います。やべ、いきなり気に引っかかった。あー、バレた。当たったっすわ。当たった。はい。これは釣れそう。よし、食った。オッケー。2本目。お、結構いい。お、結構おいで。いい、2本目ね。あぶねえ。釣れましたよ。まあそんなでかくない、30ちょいぐらいです。マイクロ、あのリトルスイーパー。リトルスイーパーす。やっぱスイミングっすね。はい、ありがとう。入っていいよ。まあ普通にここ岩とかゴロゴロ入ってるんで、その辺の中層、ふわふわ。ふわふわっていうのが多分テーマですね。まあ、前回の時からあんま紐立ってないんで、それが効いてるなっていう感じです。なんでこいついけるだろうなと思ってたんで、いい感じです。まあサイズはあれだけど、反応ないな。いないんでしょうね、多分。ダブロウロしてると思うんですよね、多分。あー、なんかやべえの引っかかった。危な。お、でかい。ナイス。線香、線香っすか。おい、アフターには線香。おお、ナイス。いや、もうそろそろ帰らんといけんので。
上がろうと思います。まあ1本2本か、40アップマイクロダッチと、もう1本は、リトルスイーパーのダウンショットのスイングですかね。いやーよかった、1時間しかやってない十分すぎるマジで。そんな感じでね、1日やっても釣れん時とこんだけ短時間でポポンと釣れる時といろいろあるんですけど、まあでも水面出るのやっぱ楽しいな。見えましたからね、バリバリ見える中でめちゃくちゃアグレッシブなバイトだったんで、まあやっぱ上がるっすね。まあでもこれからねアフター、まあ本番とかに入ってくるともっともっと夏本番ぐらいまでかなが結構トップってやっぱ一番1年で一番強い時期なんで、まあ積極的にね投げていけたらなと思っております。はい、ということで帰ろうと思います。ではまた会いましょう。はい、今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。バイバイ。